ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回はパーフェクトグレードユニコーンガンダムのバックパックを制作したいと思います。こちらにバックパックのパーツを切り出してるんですけれども、パーフェクトグレードを作り出して何度も言ってるんですが、やっぱりパーツがすごく多いです。でさらにサイコフレームのパーツも結構たくさん使いますね。それでこのパーツとかは今まで使ったサイコフレームのパーツの中でも一番大きなパーツになると思います。さらにここまで大きくないですけども、 この辺りもかなり大きなサイコフレームのパーツですね。それとあとこちらのパーツなんですけれども、もうすでに塗装してあります。でこちらは足のパーツの製作の時と同じように、この外側の部分をチタンシルバー、こちら中の部分をチタンゴールドで塗装してます。それでは今までと同じようにこちらの、サイコフレーム以外のパーツですね、こちらには、スミレ塗料でスミレをやっていきたいと思います。スミレが完了しましたので、こちらの塗装した分と、あとサイコフレームですね、サイコフレームのパーツ以外に艶消しスプレーをかけていきたいと思います。でそれで、ちょっとこちらにですね、稼働する部分がありますので、この部分だけは艶消しスプレーをかけてしまうと稼働がうまくいかなくなったりするので、先にちょっとだけ組み立ててから艶消しスプレーをかけたいと思います。で組み立てたのはこの2つのパーツになります。でこのパーツは、ビームサーベルを固定するパーツになりますので、デストロイモードに変形するときにビームサーベルがガッとこう出てきますので、そのときに稼働するパーツになります。それではこちらのパーツに艶消しスプレーをかけていきたいと思います。艶消しスプレーが乾きましたので、こちらのウェザリングマスターで着色したいと思います。ウェザリングマスターは、ライトガンメタルという色で、銀色の色をこう着色して金属感を出すようにしてるんですけれども、こういったこのバックパックのパーツのようにちょっと 暗めの色というか紺色とか黒とか、こういったちょっと濃い色の部分につけると、なかなか銀色がこうやって目立ってくれるので、この何て言うんですかね、この金属感というか、パーツをこう使ってるというか使用感というかですね、そういったの雰囲気がちょっと出しやすい感じがします。ウェザリングマスターでの着色完了しましたので、組み立てていきたいと思います。
バックパック完成しました。すごいですね。あれだけあったパーツがこの一つのバックパックにギュッと収まった感じです。やっぱりギュッと収まってるので、このサイズのプラスチックにしてはかなりこうずしっとくる重さがあります。これいいな。うん、だから組み立ててる最中もなんかこうギュッとしてくるなと思ったんですけども、いざこう完成してみると本当にこう本当に一つの箱に収まったって感じですね。まずはビームサーベルを引き上げて合わせて立てると、で横の、このバーニアの部分が出てくる感じですね。であとは、ここが開く、こんな感じです。それでさらに、ここもう少し開くんですよね。でここも伸びると、で少し下も開いて、まあ、これがアンチェインドですね。ここまで変形します。ユニコーンガンダムのバックパックってかっこいいですよね。これは僕の個人的な感想ですけれども、まあ、歴代ガンダムの中でも僕は一番このバックパックがかっこいいんじゃないかなと思います。それでバックパックまで無事に完成しましたので、次回はですね、まあ、今まで作った胴体の部分とこちらバックパックを合体させて、さらに両腕と頭の部分も完成してますので、そちらを合体させてユニコーンガンダムの上半身を完成させてみたいと思います。